旅行第43潜水艦は、日本海軍の潜水艦。旅35型潜水艦の9番艦。1941年の昭和16年度計画により、1942年10月6日、三菱重工業神戸造船所で起航1943年6月5日浸水。1943年12月16日に、竣工し、 二島潜水艦に類別。同日、マイズル陳述席となり、訓練部隊である、第六艦隊第十一潜水船隊に編入された。1944年3月10日、第34潜水隊に編入。3月11日、四43は、マイズルを出港し、トラックへ向かう。19日、トラック周辺海域を紹介し、米機動部隊を迎撃するよう命ぜられる。 しかし、同日、艦内タンク空気排水弁が爆発する事故が起きて、先行不能となったため、28日にトラックに到着。31日、トラックを出港し、4月9日にマイズルに到着し、修理を受ける。6月4日、両43はマイズルを出港し、10日にサイパンに到着。11日、サイパンを出港し、 サイパン周辺海域で紹介を行う。13日、アゴー作戦に参加して、マリアナ諸島東方沖に移動。16日、マリアナ諸島南東沖の3回戦に移動するよう、命ぜられる。同日2144、ロタ島近海で、浮上構想中、米駆逐艦に発見されて、砲撃と爆雷攻撃を受ける。退避のため両43は先行するが、 この時に安全先行振動を超えたため損傷。18日に紹介を中止して、艦の状況を報告。その結果、21日に帰島命令が出され、26日に舞鶴に到着。その後、呉に移動して、修理を受ける。これを受け、海軍省は安全先行振動の1.3倍以上の振動への先行を禁止した。9月17日、両43は、 クレを出港し、パラオ南東沖に進出して紹介。10月14日、クレに到着。19日、両43は、クレを出港し、フィリピン東方沖に進出。31日、多合作戦を妨害する、米艦隊の発見と迎撃のため、サンベルナルジの海峡に移動。11月16日、サセボに到着。12月8日、両43は、 佐世保を出港し、ルソン島を東方沖に進出して紹介。1945年1月4日、クレに到着。2月13日、両43は、セブ島に配備されている、公表的 A97 式魚雷を輸送するべく、準備中、沖縄周辺海域に米艦隊が出現したため任務は中止となった。16日、クレを出港し、 沖縄東方沖に進出。17日、伊洋島周辺海域へ移動するよう命ぜられるが、この時に命令を受け取った反応を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、25日、伊洋島北西沖で、米駆逐艦ベニオンが先行中の潜水艦をソナー探知。そのため、米護衛空母アンツオから、TBM アベンジャー1機が発進した。 26日、アンツヨはアベンジャーをもう一機発進させ、潜水艦を捜索する。0220、アベンジャーが、レーダーで目標を探知。味方の護衛駆逐艦とも思われたが、上空を通過すると、ちょうど急速先行する潜水艦だった。そのため、その部位、マーク24電池式音響探知魚雷を投下。その部位の着水直後に、水中から大号音を聴取した後、 後には何も聞こえてこなかった。翌27日夜明け頃、この海域で大きな重油の帯が漂っていた。これが四43の最後の瞬間であり、艦長の月型正規隊以下乗員79名、全員戦士。沈没地点は、伊央島北西沖、北緯25度07分、東経140度19分。 北緯25.117度統計140.317度25.117140.317日本海軍は伊欧島に上陸したアメリカ軍に対して海天特別攻撃隊を編成して投入したがイ368とイ370を失い同時期に伊欧島方面で作戦を行っていた両43も帰らなかった アンチ用の航空機はこの日1日で E368 と両43の2隻の潜水艦を撃沈した。3月14日、洋島方面で防湿と認定され、4月10日に除籍された。両35型潜水艦の場合、震度104メートル以上への潜航が禁止とされた。2月21日、米駆逐艦連勝を撃破したとされるが、連勝の飛来位置は、 四季幌島南方の民んなな大海であり、両43の行動区域からは、外れている。ありがとうございます。